あげることしかないです。で、私がそういう本書こうって思ってたら先に出されちゃったんですね。売り上げを減らそう、ね、で、これ京都の方お存知かもしれない、百食屋中村さんってすごい綺麗なお嬢さんがやっている、1日100食しかやらない、なおかつランチしかやらないってお店をおやりになって、まあ、成功してますよって話なんですけども、ちょっともうタイトル買いしてしまって昨日届いたのでまだ読んでないんですけども、もう100食しかやりませんっていうところがスタートラインなんですね。100を決めちゃってるんですね。100 でこれちょっとアマゾンのコメント見たら、このような経営モデルはすでに破綻してるってすごいなんか怒って書き込んでる人がいて、でもういいよそんな怒んなくてもと思うんですけど、なんかね、もうこのようなものを話題性みたいに取るようなけしからみたいなのがあって1位とかついてたんですけど、何が言いたいかっていうと、まあ害の夜明けとかでね、まあで私がこの本書いても売れないと思うんだけど、この本絶対売れるな、ね、ここやっぱね、こうビジュアル的にイケてる人が本書くとね、これね、私もそうですけど、ね、手に取るわけですよね。で私も一応ガイアの焼け出てるんですけども、このガイアの焼けとかに出ちゃうとね、うわーって言って嫉妬されるんですね。密かに頑張ってる人たちが、なんであいつだけガイアに取り上げる。私もだからガイアの焼けに出た時は同業者からのもう足の引っ張り合いじゃない、こう誹謗中傷がすごかったですね。すごかった。でもういろんなことを言われてですね、でもそれ関係ない。で私でも このビジネスモデルを見て一個だけ残念だなと思ったのが、確かねランチをね1000円で提供してるんですよ。で結構行列できちゃってて整理券かなんか出してるんですけど、いやもったいない、私は1500円とか2000円にしてほしいなと思ったんです。で行列させてしまってるってことは日常食にはならないですね。ならない、ちょっと行って食べようってならないから、いわゆるイベントになっちゃってるじゃないですか。そうするとリピート率的にはちょっと課題が残ります。1回行けばいいやになりますよ ね。次も1時間並んで整理券取ったら行かないですよね。今流行ってる食パン屋さんと一緒ですよ、なんか行列させてるね。で、うわ、ブームって良くない、ブームって良くない。この人が頑張るためにはブームで終わらせてほしくないんですね。で、その多分どっかでブームが去ってくるタイミングが来ると思うんですけど、その時にやっぱりやることは単価だと思っていて、東京行っても例えばちょっと、まあ、銀座でうちシェアオフィスが銀座なのでちょっとランチ食べようと思って三越なんかに、もうそのランチの客単価2500円以下のものがなかったりするんですね。で、まあでも銀座だししょうがないなと思って、まあ食べる、ね、着席銀座アスターとか行くじゃないですか。もう一人で食べてるおばあちゃんとかがいっぱいいるわけですよね。で、この普通2500円3000円が出せるちょっとっていうの人が東京にはゴロンゴロンいて、でも名古屋でいうとそうですね、マリオットのカフェとか行くとなんだかよくわかんない人がゴロンゴロンいますよね。あんな高い紅茶飲んでるのっていう人がなんか並んじゃったりしてるじゃないですかね。だからお金はあるんです、まあ、あるところにあるんです。だけどうちのお客様に言わせると、そのお金を出すに値する価値がないから財布の紐が固くなってるだけですね。何か出したいとは思ってます。でうちのお客様に言わせるとそうですね、これもチャキチャキな江戸っ子のうちのお客さんが前言ってたんですけど、私こういろいろ聞くの大好きなんで、今流行りの高齢者向けなんとかとかってああいうブームどう思いますって言ったら、そのチャキチャキのお客様はですね、まあ我々年寄りに言わせれば一言、そうね、年寄りをバカにするんじゃないわよって感じかなって言うんですね。だから年寄りの気持ちが分かってないけど年寄り金持ってんだろうぐらいの感じで結構客単価高いんだけどピントがずれまくってるっていうのが、まあ、そのうちのお客様の見立てですよね。で、それは特に障害者高齢者サービスもそうなんですけど、障害者向け旅行とかそういうサービスって言った瞬間にこちら側の固定概念が出来上がってしまって、例えば障害がある人は助けが必要だとかっていう固定概念からもう抜け出せなくなるんですね。で、うちの会社は日本に1万社以上旅行会社ありますけど、全盲の人も聴覚に障害がある人も普通に一人で受けますし、介助者もつけません。一人でいいっつってんだから一人で来てね、その代わり手伝いませんよっていうのがうちのスタンスですね。で、もちろん同業他社さんは理解ができないんですね。目が見えない人が一人で旅行に参加して大丈夫なんですかって言うんだけど、本人が大丈夫っつってんだから大丈夫でしょっていうのがうちのスタンスですね。で、ちょっとこれ話すと長くなるんで興味ある方は後で懇親会でなんですけども、そんな感じで、まあ、マスプロじゃないですよっていうところから、まあ、次が顧客定義、まあ、ちょっと今こう話しましたけど顧客定義の話をしたいと思います。